なるほどな。まあいいだろう。なんだ。いいセンスだ。めんどくせえ。
下がっていろ。あえて言おう。夜こそ我が世界。物語を作ろう。待たせたな。すまない。もう。ち。なんだ。おい。ありえん。何してるんだよ。ズリーゾー、勝手におめえだけ食いやがって。食っているのではない。どう見たって食べてるじゃん。そうではないと言っているだろう。この料理をよく見てみろ。よく焼けた、うまそうな肉のようじゃが。そのよく焼けた肉には何が刺さってる。ん、鉄虫君。そうだ、この鉄節は立派な危険物だ。となれば俺が責任持って回収せねばなるまい。やあ、あべー。ふん、どういうことだ。いや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 、ふん。どうして。ち。行くぞ。ああ。行くぞ。いいか。当然だ。なるほどな。妙だな。なるほどな。Yes.
妙だな。誰事だ。アベどうして。黙れ。アベ何度も言わせるな。嘘でしょ。いや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 、クッピー。ああ行くぞ。あはは。あ。なあなあ。ふん。嘘だろ。おっしゃ。やめろ。は？ふん。あの。なるほどな。では。
るほど。いいか、黙れ。やってやろうじゃねえか。そうだ、本気出すぞ。わかれ、どけよ。ねえ、おいおい、ううん、大丈夫？大丈夫だよ。よかろう。いいのか？もう食っていいのか？とっくに食ってんじゃねえか。止まらねえよ。飯を食う手が止まらねえよ。まあ止まらなくて当然だよ。だって世界一美味しいパーティー料理だからね。たとえ満腹になったとしても、あまりの美味しさゆえに食べ続けざるを得ない。それが僕の作る世界一美味しい料理なんだよね。なんか逆に怖いですけど。食わねえのか？だったら俺が一人で食っちまうぞ。厨房でじゃんじゃん作ってるから、こっちにじゃんじゃん持ってくるね。ねえみんな、せっかくだから写真撮ってあげようか。はあ、素敵ですね。お願いします。おい、止めてくれるな。
何？待ってろ、俺が壁伝いに何とかしてくるから。転べばそんな風になるんだって。わーい、エッチなポーズだ。あからさまなサービスシーンだね。ダメです、見ないでくらーい。こいつはたまんねーっす。まひるちゃん、シャッターチャンスだよ。ダメに決まってるでしょ。助けてあげましょうよ。ごめんなさい。ねえ、あれ？つうかよ、どうしたの？では。
そうじゃ！なんだと？なくてよ。待て。そんな。ねえ。なんて
うっぷ。どういうこと？当たり前じゃ。うっぷぷぷ。間違いないよ。
ああ。ねえ。
最悪だよ。最悪だよ。もう。わかった？ねえ。
うん、きっと。そうじゃなくてさ、ヒナト君、ねえ、ありがとう。
て。してくっから、いや、
変だな。まあそんな感じかな。好きなところ、そうだね。欲しいですわね。きっと。ありませんです。
日向くん。
ねえ、まあまあ。さて、それを愚問と言うんだよ。ここから床下に入れないか調べてるんだよ。床下に？どうしてだよ。無駄だと誰が言った？無理だと誰が決めた？あのイヤリングをつかめるとどうしてわかる？床下に入れるかどうかによって、あの殺人の真相は大きく変わる気がするんだよね。だからそれを確かめておく必要があると思って。そうか、ほら、ねえ、俺様はまだ半分の力も出していない。
ねえ、おい、呼んだ？ねえ、おやおや、そうだね。変だな。日向くん。
通せ！島に愛らしい僕の顔が彫り込まれた岩山があります。その名もモノクマロックです。そこに隠された秘密の入り口からエレベーターで地下へとお進みください。ぷぷぷぷ、じゃあまた後でね。
確かに。その分かった。やだな。ふざけんな。こらこら、ちょっと、あ、どうした罪人。さあ始めようか。ふざけんな！ぷっぷっ。